はい、タクシーシステム山崎です。今回 AES のニューヨークショーでは、こちらの VMC102 に、去年に引き続いて、まあ、シッピングが開始されたということで、プロモーションを今、やっております。で今回ですね、去年から比べて大きく、バージョンアップをしまして、まあ、その中の大きな機能としては、今までまあ Q アウトプットが 4K とあったんですけれども、その急に何を送るかということを簡単に、まあ、セットアップの状態をそのまま送るか、もしくは Q インに切り替えるかというのが簡単に切り替えられたり、まあ、その Q インに送る内容を、これソースの中から自由に選んでですね、それから、まあ、それぞれのミックスレベルもこう変えて、そのミックスした状態を Q に送るというようなことができる、まあ、Q ミックスの機能までまあ、搭載した形になったというのが非常に大きなポイントです。まあ、これによってですね、モニターセクションだけということよりももっと、まあ、コンソールチックな、内容となって、まあ、充実した機能が提供できるというようになったということが、まあ、一番大きなニュースとなっています。まあ、他にもいろいろありますけれども、またインタビューのところで、詳しくご紹介したいと思います。よろしくお願いします。